はい、ウィング号に乗ってね、今回帰ります。ウィング号乗り降ろす時は専用のセットが必要になります。とりあえずこっちね、今仙台方面ですけど三本線に、乗っていくかと思います。まあ皆さんご無沙汰しております、旅園です。今回はねウィング号にな乗っていきます。はい、証拠です。300円です。はい、見てみてください。特急電車飛んでますね。そうですよね、飛んでるからねウィングで帰ろうと思ったんですよ。はい、でまあちょっとね、ちょっと列車の音がうるさいんで大声になってましたけど、本当にね、特急混んでるんですよこの時間。嫌なね、嫌な経験したんで、もうね、ウィング乗った方が無難だろうなと思って行きました。はい、ウィング号です。人生初ですよ。ではね、乗っていこうかと思います。もうこちらがね、今回の、使用車両2100型の41編成ですね。多分第6編成という言い方すると思うんですが、2100型はね、京急線の2100型は10本存在してまして、8両編成で、それが10って感じです。これが多分ね、第6編成ですね。で、ウィング号はね、ウィングの、特別のね、種別マークでございます。ウィングって書いてます。で、上、右側に、結局栗浜ということですね。栗浜線の途中駅です。まあ、栗浜線の終点は三崎口でございますが、多分終着のね、京急栗浜でね、三崎口方面と、接続する感じでございます。今回乗ったのがね、18時45分、ウィング、2号ですかね、でございます。まあ、そんな感じですね。まあ、これがね、行き先と種別マークですね。ウィングって書いてます。一応ね、ウィング号に使われている車両は2100型以外にはね、1000型のね、1890番台の車両がね、使われてたりしますが、まあそんな感じですね。こちらはね、横の方向幕です。こっち快特なんですけど、まあいわゆる仙岳寺方面が、ね、続いてます、ね。これ逆のね、横浜はもう時刻エースです。あ、もう入場 OK ですね。入っていきましょうか。まあ一応ね、運賃言いますと、300円で、いろんな動画見たんですけど、IC カードでね、買って入ってる人って見たことないんで、買えるのかなと思ったら、交通系 IC カード対応します。そこはね、JR のね、グリーン車みたいにね、まあ、グリーン券みたいにね、データが入ってるわけじゃないですけど、ちゃんとね、買えます。QR コード式ですね。号車の12番ビット何でした。座席番号ね、こういうところがあっていますね。ごめんなさい、号車です。号車の12番ビットの座席か何でした。ではね、今回利用させていただく席はね、12の B ですね、通路側でございました。一応ね、こうやってね、ちゃんと座席の上にこういう番号が書かれたりします。一応切符でね、こういう君はどこの席ですよというね、書いてありますね。2号車でございます。一応ね、土休日なのでウィングシートとかになっている通行車でしょうか。これね、今しながらね、止まってる時のね、映像じゃないんですけど、すいません、どんな感じかというと、速度計ですね。だいたい27キロとか、そんぐらいですね。そこまで速くはないです。まあ、北品川とかはね、ちょっと線形が悪いんで、速度を落としめって感じですね。まあ、そんな感じです。
堀之内から先は各駅に停まります。次は上大岡です。 Thank you for taking the evening wing. This is the evening wing bound for KQ 久里浜. This train is reserved seating only and requires a green ticket in addition to your train ticket. Please check your seat number. Make sure you are in the correct seat. Attention to all passengers. We request that you refrain from any activity that may inconvenience other passengers. This train will stop at Kamioka, Kanazawa Bunko, Kanazawa Hakkei, Yokosuka Chubo.And Horinouchi. This train will stop at every station after Horinouchi. The next station is Kamioka, KK 44.2号車は、ね、土休日ウィングシートとかに使われている号車ですね。他の1から3、3から8までは、ねまあ、こういうウィング号とかそれに、ウィング号並びモーニングウィング号のみね、あのね、なんて言うんでしょうか、指定席になるって感じですね。それ以外の時はね、使われて普通にね、利用できるって感じです、まあ、普通の運賃だけで乗れるって感じですね。今ね、京急蒲田駅を通過しています。左にね、京線線の、ね、車両がいますが、空港線の結局空港線の、ね列車が、ね、分かれていくって感じですね。一応京急蒲田は、ね通過する列車としては、ウィング号以外にもモーニングウィング号、あとは、ねエアポートカイトもあります。今、ね、通過しているのは京急川崎です。こちらは、ね京急川崎は、ね、モーニングウィング並びにウィング号のみの通過駅です。あと回送列車ですね。これは、ね、ある意味貴重ですね。京急蒲田以上に、ね、レアかなって感じです。一応ね、これ、これ品川東京ってなってますけど、まあ、区間によりますが、まあ、大体京急川崎、まあ、ウィング1号、2号の場合ですと、京急川崎まではね、比較的ノロノロ運転になるって感じですね。まあ、一応、通過駅は京急川崎まではそんな感じで、一応ね、京急川崎を超えると、なんかね、スピードが上がるって感じです。理由としてはね、前の列車にね、詰まってるとかね、しやすいって感じです。あと一応京急3分でね、こう列車の位置情報を見ながらね、移動していくの感じもね、悪くないんじゃないでしょうか。まあこちらもね、まあ一応スピードメーターですね。こんな感じなんですよ。ゆっくりなんですね。多分これ京急蒲田よりも手前かな、の時に撮影したのかな。そんな感じですね。まあこんな感じですね。まあゆっくり、走っていく感じですね。まあ、京急川崎を越えるとね、スピードが上がると、まあ、夢は蒲田かな。蒲田ぐらいのノロになる理由としては、空港線方面に直通する列車とかもありますんで、本数はね、多めって感じです。一応ね、蒲田より南もね、空港線に直通する列車ありますけど、まあ、全部エアポート急行なんでね、ほぼほぼエアポート急行ですから、そこまで影響はないのかなという感じですね。まあ、こんな感じです。で、まあ、これ多分川崎以降だと思うんで、スピードがね、そこそこ上がってきましたね。多分これ、実際のところ多分 GPS ではこの90キロってなってますが、実際には100キロぐらい出てたような気がします。まあ、最終的に120まで出します。京急電鉄のね、本線の横浜品川間はね、120キロってなっております。もう途中制限とかね、あったりします。まあ、北品川とか鮫洲とかそこら辺線形が悪いんでスピード落とさなきゃいけないっていう区間もありますが、でほぼね、スピードね、大体の区間、それ、まあ、いわゆる問題のない区間は120とかに出したりします。まあ、これはね、快特、特急かな。まあ、エアポート急行もね、そうですね。普通列車は基本出しても100キロぐらいですけど、ほとんどね、の種別、急行以上の列車はね、120出します。まあ、列車にも、まあ、列車とかね、時と場合にもありますけど。まあ、なんかスピード上がったと思ったらまだね、減速するんですよ。止まるわけじゃないけど、やっぱりね、前の列車に、ね、詰まってるという感じです。今どこかなって感じですね。これ多分別の列車、高速のウィングかなとか見てたりしてるのかな、ちょっとそんな感じですけど、あ、違うな、多分あれかな、京急蒲田までの間の前の列車今どこにいるんだろうとか感じで見てたのかな。平和島とかね、こんな感じで詰まりやすい感じですよね。
まあ、こんな感じで30キロとかね、比較的ノロノロした運転となります。まあ、こんな感じでね、GPS とね、まあ、あの通路側でしたから、まあ、外の車窓を見るってことはほぼ難しいってわけですから、もうね、正直言うとね、実質こんな感じで、ね、スマートフォンねでね、スピードどんぐらいだろうかという感じを見ることか、いえことやね、まあ、列車のね、位置とか、それ見るぐらいしかできないって感じですね。まあ、こんな感じですね。で、一応ね、前の列車がね、行ったってことですので、スピード上がるかなと思います。40キロ、まあ、速くても90まで出してますね。一応まあね、問題はないですけど。まあ、一応これね、確かね、新幹線、スピードメーターってやつでしたっけ、ね、ちょっとそういう、よく、商品名ね、わかんないんですけど、まあそんな感じですね。まあアプリ名、確かそんな感じです。大物鉄道系 YouTuber さん、鉄道系なんかな、もう鉄道じゃなくなっていますよね。交通系 YouTuber さん、スーツさんがね、よく愛用してる、あの、スピードメーターですよ。それはね、使ってます。まあそんなね、ちょっとね、部分的にね、大きくして、ちょっと見させて、提供してるんですけど、私がね、その辺は編集してますが、まあ、こんな感じでスピードがね、上がって下がってという感じですね。まあ、大体70キロですね。まあ、前に詰まれば大体20。まあ、一番ひどかったら止まったっけなぐらい。止まったかな、止まってないぐらいかな。時々これ、この朝夕飛ぶ日なんですけど、やっぱり詰まりやすいんで、京急線はね、全ほぼほぼの区間、もう伏線でございます。ですので、前に簡単に詰まりやすくなっちゃうんですよね。そこに JR だと、一応ね、各駅停車、普通列車とはちゃんと分かれてますから、その辺はね、スピードがね、違うんですけど、ちゃんとね、前に詰まらない、いいようなね、ダイヤになってるんですけど、京急だとね、普通とね、快特、まあ、他の特急も急行も、一緒に同じ線路を走りますから、スピードがね、自然と遅くなる感じでございます。まあ、一応ね、前の列車を頼みな、前の列車っていうのが、ね、位置情報ですけど、列車がどこにいるのかなとかね、見ながらね、移動していくって感じでございます。まあ、そんな感じでございますがね、一応ね、いろんなね、楽しみ方あります。まあ、一応ね、窓側取れたらね、いいんですけどね。次にウィングについてなんですが、ウィング号はね、駅の、まあ、品川とかね、ウィングが止まります、列車、止まります、駅。まあ、そもそも止まるっていうかね、始発駅の場合、まあ、モーニングじゃない、イブニングでございましたら、始発駅の品川にね、券売機がございます。確かね、2番線と1番線をね、またぐ、高架橋みたいな、高架ってか、跨線橋みたいなのがあるんですけど、そこのところとか、あとはね、2番線、3番線のホーム上にもね、あります。高輪口の方かな、そちらの方にもありますので、まあ、そこで買うとか、他にはね、あと、会員制でございますが、確かウィングチケットのね、確かそういう公式の販売してる、いわゆるウェブで購入できるところ、そこでね、売ってたりします。売ってたりとかね、買います。まあ、そちらですとね、座席を、ね、指定できるということができるらしいです。券売機で買いますと、まあ、我々、まあ、そういう会員でございませんでしたら、券売機で 買う感じですが、座席はね、勝手にね、指定されるって感じです。まあ、割り振られた、適当にね、順々に割り振られるって感じですね。まあ、言ったら昔の、JR のホームライナー的な感じですかね。JR 東海のホームライナーとか、そういう感じですね。駅の券売機とか、ホーム上の券売機でね、購入するのについては、多分そんな感じだと思うんですが、それに近いところがあります。座席はね、勝手に自動にね、自動的に指定されるって感じです。で、今回乗った列車はね、木曜日でございましたので、一応座席空席もありましたが、基本的に窓側は全て埋まってました。で、通路側もね、一部埋まってるって感じでして、まあ、そこそこの利用があったなというのは印象でございます。他にもね、マイルボートね、ありますけどね。だったらね、スピードがね、上がってますね。時速120キロです。京急線の最高速度は120キロです。まあそんな感じですね。で、それでもね、今回使用している車両2100型なんですが、快適性についてはね、普通に京急の車両1000型とか、まあ、あと他にはね、600とかいっぱいありますが、うん、あとはね、車内の均一性はね、それらの車両と比べて、結構良いものだと思います。その車両はね、まあ、普通に日中の時間ですと、快特とか、特急、まあ一応ね、京急線内完結の列車ですね。で、問われてたりするんですよね。まあ一応、最近はあれかな、快特京急栗浜駅とか、反対はね、関東快特し、品川、仙石寺方面品川駅とかね、あ、違う、失礼しました。品川方面仙石寺駅ですかね。
に使われてることが、ね、多いんですけど、まあ大体それが多いかな。たまに時間によってはね、空港線とかね、あったりします。あとはあれかな、裏側からの特急とかね、のにも使われてたりしますけどね。一応京急栗浜線本線でね、基本的に活躍してるかなって感じです。あとはね、一部時間かな、羽田空港発逗子葉山行きの急行列車。日本だけ今変わってないけども、日本だけね、2100型がね使われてたりしますね。あと昔ね、普通列車がね、空港線の普通列車に使われてたらしいんですけど、現在はね、ただその、運行はねなくなってると聞いております。まあ、そんな感じですね。で、2100型はね、まあ、基本的に関東の鉄道は3扉も少ないから4扉とかが多いんですが、まあ、近畿とか、ね、あと直通先の京成、都営浅草線については3扉とか多いんですけど、近畿2100型は、ね、なんと2扉なんですね。2扉車って、ね、通勤、まあ、通勤にも使われてますけど、まあ、こんな感じに、ね、イブニング、モーニング、またはね、まあ、ウィングシールドとかにしても、ね、活躍してるというね、ちょっとね、通勤電車なんか特急なんかちょっとわかりづらいですけど、まあ、言うとらね、JR 東海のね、373系みたいな感じだと思います。まさしく373系をちょっとね、トイレをなくしたとかテーブルがないとか、それをその辺をね、外したみたいな感じですね。リクライニングシートではないというところがね、まあ、それをね、抜いたらね、本当に、373系と2100型、どっちなんだいって感じなんですよね。あとね、昔はもっとね、ちょっと似てた要素としては、まあ、一応未だに、JR 東海の373系についてはね、東芝 GTO、まああのね、ファンがね、結構集うほど、人気のある、モーターですね、3VF のね、インバーターですか、がね、東芝 GTO 3VF ということで、結構人気が高いんですよね。で、これの、もともとね、近畿2100は、今はね、2100型はね、機器更新してまして、IGBT になっちゃったんですけど、東洋 IGBT かな。で、昔はね、なんとね、ドイツのシーメンス社からね、取り寄せた、シーメンスの GTO だったんですよ。それも音色がいいと、別にドレミファインバーターとかね、言われてましたが、まあ、今はね、そういうのなくなっちゃってたんですけど、それも、まあ、ドレミファの時代だったと、もう本当にね、東芝の GTO とね、競うレベルにね、最高にいい音色が流れてたんですね。モーター音ですよ。加速したらね、この音が、ね、自動的に流れますし、減速してもね、なんか逆のバージョンみたいな感じでね、聞こえるというね、感じですね。もう今はね、シーメンス製のね、モーターはね、現在、日本では現存してますね。ただいまね、横浜駅ですね。横浜駅を通過しております。横浜駅ね、通過する列車は、もう京急線のバイテスト、モーニングウィングを、並びにウィングを、あと回送列車だけです。JR 線もね、特急湘南号を通過してる感じですが、昔もうちょっと多くて、確かね、JR 線の方ですと通勤回数とかね、もう通過してたらしいです。でも現在はね、モーニングウィング、イブニングウィング、並びに、ね、特急湘南のみが、ね、通過する駅という感じでございます。あの大都会、なんなら神奈川県のね、県の代表駅であります、横浜駅をね、堂々とね、通過していきます。どうですか？こんな感じなんですよ。ね、いい。なんかこれはね、特別感ありますよね。
Please be careful that your hands or belongings do not get caught in the opening doors.当駅からはね、普通の快特と全く同じです。じゃないか、さすがに違うよね。はい、でね、ウィンゴはね、これ結局に浜かってことはね、金沢文庫八景、てかもう開拓表記になってますけど、八景、横須賀中央、堀の内から各駅って感じですね。まあ、今回のね、今回はいかがだったでしょうか。今回はね、京浜急行電鉄の、なんだっけ、ウィング号に乗車したという動画でございます。次回はね、次回の動画はね、まだ未定でございますのでね、お楽しみお待ちください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。